どうも皆さんこんにちは、社会の底辺 YouTuber イタです。何本目だよって感じですよね。はい、ごめんなさい。ここのところずっと同じ日に収録したやつを流していますっていう風にね、30分前から撮り続けているんです。今日は何をやろうか考えてたんですけど、今日は何をやろうかじゃないですよね。今日の3本目は何をやろうかって考えてたんですよ。そしたらやっぱりやらないといけないっていうかね、やりたいことがね、もう一つありました。テキスト紹介ですよ、テキスト紹介。まだ国語やってなかったんですよね。忘れてました。テキスト紹介。じゃあまずね、現代文からいきますね。現代文のサブテキスト。これとね、トップレベル現代文。これに分かれてるんですけど、トップレベル現代文はね、普通の二次用の文章が1個。そして、センター対策。共通テスト対策が1台っていう風に2台構成になってるんです。そして2台を90分で解説してくれるって形になっています。そして東大を意識したような形になってます、これ。なんで、ここに線が引っ張ってやったら大体ここの間から出てくる。こっちに線が引っ張ってやったらこっちの間から大体出てくる。で、たまにですけど、これ全部を通して書かないといけない問題が出てくるみたいな感じでね、テキスト構成されてます。共通テストはね、本当に河合塾さんが一番いいっていう風に言われてますし、共通テスト型のしっかりできてます。おっと、バッテリーの残量が少なくなっています。低電力モード。ごめんなさい、ため撮りです。忙しくなってきちゃったかなって感じでため撮りさせていただきます。編集だけでも結構時間がかかって、全然私手抜いてるわけじゃないんで、楽しんで見ていただければなというふうに思います。次ね、漢文。読んで、ちょっと面白いお話とかあるじゃないですか。まあそういうね、ひねったお話が結構あります。で、句形ごとに回が分かれてるんです。こういう句形を学ぶ回とか、こういう風な文法を学ぶ回みたいな感じで分かれてます。そして、それが含まれた文章が1題。それをずっと解説するんですけど、90分かけて。90分の中ではもちろんサブテキスト、あ、すいません、これ見せてたのサブテキストでしたね。しっかりとしたトップレベル漢文っていうテキストがあるんですけど、見せた方がいいのかな。まあ見せても中身はね、見せれないんでしょうがない。うん、じゃあ長文英語、これをね、遠目から見たら漢文テキストにすごい似てるんで、これ漢文テキストだと思ってください。はい、なんでね、こういうのが漢文のテキストなんですけど、漢文ね、これ、前に1台、二次型の普通の記述問題があるんです。まあ多分これもね、わかんないけど、東大式してるんじゃないかなっていうような感じの作りになってます。やっぱり記述多めでね。そして記述の分量もそんな感じで。で、もう1台後ろに練習用問題つってやってこいとは言われるんですけど、ほとんど授業では扱わない。同じような句形を使って、同じように問題があるって感じですね。なんで、両方やってから授業臨んだらわかりやすいんじゃないかなというふうに思います。もちろん時間ない人はぶっちゃけ前の方だけやれば授業はいけると思います。まあこんなのがね、漢文でね、もちろん漢文の句形について最初お話があって、その後に授業みたいな感じになってるんですけど、まあ授業について詳しくはこの後で話そうと思ってますんで、この後っつってもね、今日はもう取らないかな、わかんないですけどと思ってます。そしてね、古文、古文のサブテキストね。で、古文のちゃんとしたテキストもあるんですけど、まあ大体ね、この現代文のサブテキストに似てるような感じだと思うんでね。こんなのが古文のテキストであるんですけれども、古文もやっぱり東大を意識してるのかなっていう風に感じますね。でもそういう風に東大志望の人に感じさせてるだけであって、他の学校ももしかしたら似た傾向だから他の学校も対応できるのかなとか、それが古文の王道なのかなという風にも考えたりしますが、やっぱり記述メインの感じの古文です。古文もね、2台あるんですけど、2台が後ろと前じゃなくて、前っていうか普通に1回ごとに2台ずつついてる感じです。でも1台目はね、ほとんどの先生が扱わないそうなので、2台目だけ解ければなっていう風になってます。で、もちろんこれも文法ごとに分かれてたり、今日は助動詞のこれをやるみたいな感じでね、区切られてたりするんで、すごく分かりやすいし、復習もしやすいと思います。内容は最初の方は簡単で徐々に難しくなっていくそうです。まだ私は第9項までなんでよく分かってないんですけれどもね、10項の予習もやらないといけないなということで頑張っていきたいと思います。基礎シリーズはね、12項までってことで、もうほとんど映像で終わっちゃってるんですけど、私は映像を受けないといけないです。河合塾の先生見てたらごめんなさい。これは多分、土底辺浪人生の振る舞いなんで、他の人はね、もうちょっとマシなんじゃないかなっていうふうに思いますが、私は、ちょっと夏期講習をある程度抜いてね、サボって、映像授業の方をね、終わらせていこうかなっていうふうに思います。じゃあね。